なと思ったら、すごいちっちゃくて、そう、もう本当に小柄なんですよ。すごい小柄で、そう動いてた、超動いてた。そう、小型犬で、すっごい可愛くて、そう、めちゃめちゃ可愛かった。そう、すごい可愛い。そう、本当にぬいぐるみかと思うぐらいで、そう、もう本当に最初ね、でも会った時に、そう、なんかちょっとね、近寄ったらびっくりしちゃって、そう、なんかちょっと後ろに隠れちゃって、そう、そう、足元の後ろに隠れちゃって、そうね、そう、全然なく、そう、ゆかちゃんが抱っこしてくれて、そういうこしゃを触られて、そう、可愛かった。ちょっとね、人見知りだった。そう、2歳になったみたいです。2歳です。うん、そう、可愛かった、本当に。うん、そう、ちょっとね、最初、そう、ちょっとね、こう人見知りしてて、そう、その後にだんだん慣れてきてね、そう、触れました。もう超可愛かった。そう、怖かったのかな怖かったのかもしれないね。そう、可愛い。もうモフモフでした。いっぱい触れました。そう、超モフモフで、なんか本当に思った、なんだろう、思った以上、まあ、毛は柔らかいな、柔らかいだろうなって思ってたんだけど、思ってたね。どれぐらいだ、 100?200?200 倍ぐらい毛が柔らかかった。すっごい柔らかくてね、そう、全体的にね、くるくるしてるんだよね。そう、可愛かったです。可愛い、めちゃめちゃ可愛い。そう、顔も、お顔もすごくね、可愛いお顔をしてて、そう、目がクリクリだったんだよね。超可愛かった。そう、私ね、そう、あの、ワンちゃん、うちの家系はね、ワンちゃん飼ったことがないので、もううちは猫なんですけど、ずっと猫ちゃんを飼ってるんですけど、いや、なんか可愛いね、ワンちゃんって可愛いね。あ、抱っこはねしてないんですけど、そう、ゆかちゃんが抱っこしてくれてるところで触りました。もう超可愛かった、すごい可愛かった。そこじゃ男の子です。男の子、そう、目がすっごい可愛い、クリクリなんですよね。そう、めちゃめちゃね、お顔が整ってるんだよね。すごい整ってる。そう、生きてるぬいぐるみみたいだった。もう超可愛い。そう、すっごい可愛い、お顔が可愛かったね。とにかくすっごい可愛かったです。うん、ねえ、かわいい、本当に。いや、ワンちゃんもね、かわいいなって、てか飼いたいなって思いました。うん、お散歩できるのいいですよね。猫ってね、うちの子はお散歩はね、しないので、たまにね、あのハーネスつけてね、あの、お散歩してる猫ちゃんとかたまにいらっしゃるんですけど、うちの子はね、お散歩しないので。そう、かわいかったです。そう、ぬいぐるみ、めちゃめちゃぬいぐるみ感ね、かわいい、本当に。そう、いつかワンちゃん飼ってもね、飼ってみたくなりますね。いや、なんか飼うとしたら本当にコシャを見て、あ、ね、そうね、タイニープードル、そう、トイプードル、そう、飼ってみたいなって思います。うん、猫ちゃん、そうだね、そうなんですよ。そう、コシャの新幹線代がね、290円ってね、すごいね、なんかお金かかるんですね、新幹線、あのね、あのワンちゃんが乗るのにもね。ね、そう、クシャ可愛いんですよ、可愛かった。トイプーわがままなの。あ、そうなんだ。やっぱ犬種によって性格とか違うんだね。ね、柴犬も可愛いよね。いや、本当にね、まあ、ワンちゃんね、いっぱい可愛いんですけど、いつかね、ひなたのワンちゃんにも会えたらいいなって思います。うん、ロン君にもね、会いたいです。そう、チワワも可愛いよね。そう、いとこがチワワ飼ってて、そう、チワワ飼ってたんだよね。めちゃめちゃチワワもね、可愛かった。でも本当にコシャ、そのいとこが飼ってたワンちゃんはすごいね、ケン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 あの、吠えちゃうんですけど、そう、コシャね、吠えなかったんだよね。まったく吠えなかったの。そう、すの、もう本当おとなしかったんだよね。そう、おとなしかったです。超おとなしい、びっくりした。すっごいおとなしいんだよね。ね、ゴールデンで遊ぶタイそうなんだね。でも可愛い、犬種によって多少変わります。そうなんだね、そうなんだね。可愛い。そうね、多分新幹線の中でもきっとね、おとなしくしてたんじゃないかなって思うんですけど、可愛かったです、本当に。うん、パグも可愛いね。パグも可愛いよね。そう、パグも可愛いよね。そう、マリナは吠えるよね。飼ったことある私のこと飼ったことあるのかな飼ったことあるのかな。あ、トイプー系はあんまり吠えないんだ。あ、そうなんだね。なるほど、吠えないんだね。うちの芝は家族以外ダメ。あ、そうなんだね、吠えちゃうのね。そっか、おさむくんもそうなんだよね。おさむくんもね、そう、逃げちゃうんですよね。そう、なんかガス屋さんとか、そう、来ちゃうともう逃げちゃう。めいちゃんも逃げちゃうかな。あまちゃんとちゃちゃまるは平気なんですけど、そう、うん、逃げちゃいますね。たぬねねも逃げちゃうかな。うん、そう、そうなんです。
毎日散歩は大変だけど飼ってみたいよね。飼ってみたいですね。そう、おさむくんはね全然家族にしか懐かないですね。おさむくんはすぐ逃げちゃいます。そう、ちゃちゃまるとあまちゃんは好奇心旺盛なので全然誰とでも仲良くなります。うんね、家族以外は吠えます。そうなんだね。でもさ、愛おしいよね。だって家族のことを、家族に対して吠えないってことはさ、家族の顔を覚えてくれてるってことじゃないですか。もう可愛いよね。ますます可愛いね、なんか家族に懐いてるっていうのも可愛いよね。うん、可愛い。そう、あ、そう、サム君そうなのよ。全然ダメなの。落ち着いて見えるけど全然ダメなんですよね。そう、猫ちゃんはそういうとこも可愛い。可愛いよね。うん、そう、可愛いんですよね。そうですね、そうね、懐かないと家族って見てる確かにね、確かに。でも懐いてくれてるから嬉しいですね。なんかね、可愛い。ワンコは尻尾見るとわかるよ。そうだね、振ってくれてるもんね。そう、ワンコは元気ない時に寄ってくるからな。あ、そうなんだね。そう、でも猫もね、そう寄ってくるんですよ。可愛いよね。気持ちを察してくれてる時とかもあって可愛い、めちゃめちゃ。うん、あゆ太郎の、まなみ太郎んちのワンちゃんは配信中よく入ってるそうなんだね、そうなんだね。可愛い。あゆんちの犬のね、ワンちゃんもね可愛いですよね。いや、会ってみたいな。会ってみたい。うん、あ、一回でもあれかな、マリアちゃんに会ったのかな。マリアちゃんに会ったことあるかも。そうだ、会ったことありますね、マリアちゃんに。マリアちゃんにあるよね。うん、最近増えたよね。確かにね。そうだね、結構そう、動物飼ってるメンバーは結構多いかもしれないね。多いかもしれないですね。ヤギのワンちゃんも可愛い。あ、そうだよね。ね、そう、でもね見たことないんですよね、実際にね。そう、見たことないんだよね。そう、マリアのプー、そう、トイプー、トイプーです。はい、逆に飼ってないメンバーいるかな。いると思います、いると思います。うん、いるかな。まなちゃんのお部屋でも飼えたらいいよね、猫ちゃんね。そうだね、飼いたいんですけどね。そうね、飼いたいですよね。飼えるなら飼いたいですね。うん、ね、でもそうだね、一人暮らしだと。そうだね、なんかね、長時間ねお家開けちゃうことが多かったりするからね、この職業だとね。そうだからね、そう、飼いたいんですけどね。うん、ね、心配。そうそう、心配だよね。そう、ペット部できそう。そうだね、ペット部できると思う。猫部があるから、多分犬部、ワンちゃん部、なんて言うんだろう、部はできると思います。うん、ワンちゃん飼ってるメンバーも多いからね。そう、猫か犬を飼ってるイメージ、確かにそうだね。そうだよね。よしよし。そうだね、餌とかね自動で出るやつとか準備しないとなって思いますよね。うんね、そう、何日間、そうだね、開けちゃう日もあるからね。そうなんですよね。そう、飼いたいなとは思うんですけどね。でもめちゃめちゃ飼いたい。飼える環境なら絶対飼ってた絶対飼ってたと思います。うん、自分も飼ってもらいたい。あ、飼ってもらいたい側なんだね飼ってもらいたい側なんですね。なるほどね。うん、そっか、犬ならコーギーかな。あ、コーギーも可愛いよね。わかる、コーギーも可愛いんですよね。わかります。お友達がね飼ってましたね、コーギー。そう、可愛い。お顔可愛いよね。というか何でも可愛い、動物ならもう動物なら何でも可愛いなって思います。うん、庭開けるそうだね。開けるとね、ちょっとね、そう、寂しい思いさせちゃうかなっていうところはありますよね。うん、ねー、よしよししてもらいたい。あ、願望かな、これはそれは願望かな。猫の動画とか見てますか、癒されてます。あー、ね、送られてくる動画を見てますね、私。そう、 YouTube でもね、そう見てるんですけど、そう、一番は送られてくるお母さんの動画を見てますそうね、ロン君欲しいね。ロン君も可愛いよね、顔可愛い。そう、実家の猫ちゃんたちの動画が届きます。そう、うさぎも可愛い。うさぎね、うさぎも可愛いよね、きっとね。うさぎも飼ってみたいな。猫は大事な家族ですね。ね、もう家族ですよね。なんかもう子供だよね。そう、もうなんか自分の息子なんだろうみたいな感覚になりますよね。わかるかな、なんか息子、子供、なんて言うんだろうね、なりますよね。うん、ね、まゆみさんのストーリー良かったです。あ、あれかなすごいなんかいろいろといじってこられたやつですね。ほんと失礼しちゃうよねたまに帰りたくなっちゃうね。帰りたいですね。うん、会いたいです、めちゃめちゃ。うん、マリニャンが一番ですね。本当ですか本当かな
そう、あの頃も湯もむシリーズです。そう、あ、昨日久しぶりにアンジュに会ってきたよ。あ、そうなんですね。チェキ会行ったかな、ね、チェキ会行ったかな。そう、まゆみさんインスタしてる？あ、してますよ。あのガタキャッツっていうアカウント名でしてます。ハムスター飼ってる友達がいっぱいいたよ。あ、いっぱいじゃない、いたよ。あ、ほんと。ハムスターもね、ハムスターも飼ったことないんですよね私。前にはインスタ使いこなして、そうなんだよね、使いこなしてます。今日コショに会いました、会いました。そう、猫スタグラム、そうです、ガタセブン、あ、そう、ありがとう、ガタセブンだ、ガタナナキャッツ、そうですね、ありがとうございます。そう、本当に家族、そう、家族の一員でございますね。あの母親があの星するのすごいね、星になっちゃった星になっちゃった。12歳のマリちゃんも可愛かった、本当に。12歳だっけ乗ってたの、12歳か、12歳の時も乗ってたね。うん、ありがとう、インスタフォローしてる、ありがとう。そう、インスタ、そう、めちゃめちゃね、もう使いこなしてますね。そう、おたこよりも星な投稿だと思いました、星になっちゃった星になっちゃった。俺がハムスターになってあげよう、仕方ないな。うん、うん、ありがとう。なんてリアクションすれば、なんとリアクションすればよかったのか分からなかった。すいませんね。そう、あの時12、そう、あの時12歳でしたね。うん、マリナお姉さんを飼うのは餌代ではなく星になります。星になっちゃった。結構みんなのコメント星になっちゃうけど大丈夫かなちょっと待って、このなんかショールームのコメント星になる率高すぎないみんなのルームもそうなのかな、めちゃめちゃ星だらけになっちゃうNG ワードばっかりで、多分仕方ないなのないが多分星になっちゃうんだよね。そう、 NG ばかりのでもなんか難しいよね。なんかさ、別にそんななんか引っかかるワードでもないけどさ、星になったりするからさ、そう、大変だよね、わかるね。そう、大変だよね。ねえ、ショールームの星の基準が謎、わかる、星星だから、星星だねこれはあえて星使ってるかなね、際どいコメントなのかな。でもどうなんだろう、なんかないみたいな、ないみたいなのも星になっちゃうから難しいよね。そう、なんで星になるのっていう謎さあるよね、わかるわかる。ショールームは星が多いんだよ、確かにね、みんな星投げてかれるもんね。ありがとうございます。センシティブな内容ですか、そうなのかな、センシティブな内容送ってるたまに送ってる人もいるかまあ拾うけど、うん、切れ目がないから、切れ目が関係ないから、そうだよね、そうだよね、関係ないけどね、そうだよね、わかる、いつも送ってます。あ、確かにタオルでも欲しいになる、わかる、なんでタオルが欲しいになるのかわからないよね、それな、わかるよね、わかんないよね。うん、ね、謎ですよね。マリナちゃんと星したいなんかすごいうまいように星使うねいつも星を、解読してくれるマリナちゃん言うの、言うの、ありがとうございます。でも合ってるかわからないけどね。そう、マリちゃんは星推しです。はてなはてなはてなまあセキュリティがしっかりしてるっていうことはいいことだよね。まあね、まあ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 ね、確かに確かに。やっと熱が下がって復活しました。あ、大丈夫ですか、大丈夫かな。みんなね、結構今そうワクチン打って、そう熱が上がっちゃってっていう方も多くてね、そうメールの返信とかね、そうダウンしてましたっていうね返信とかもいただくので、みんな大丈夫かなね、お大事にね。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。そう副反応とかね、そう大丈夫かなね。マリちゃん2回目頑張って、頑張ります。わかるよね、もうちょっとなんですよね、怖いんだよね。そう、そろそろもうちょっとで2回目が来るんですけども、いや怖いよね。そう怖いのでね、今日ボイトレ終わりに、そう OS1 買ってきました。うん、買ってきます。かじりバターで体温下げます。そう、トワイスもね買ったからね、そうね、冷やします。そう冷やしますじゃない、食べますね。結構しんどい、そうだよね、結構しんどいって見ますもんね。ね、大きそうだよね。ね、熱出たよ、怖いな怖いな怖いな、ね、怖いよね。そうね、まだ1回も出てない。あ、本当、これからかな、これからかな。ね、なのでね、そうちょっといっぱいいっぱい、なんだろう、用意 しときますね、いろいろとね。やっぱ12時間後なんだね。12時間後、あ、全く不可能なかった。あ、そうなんですね。
そっか、なんか1回目打った時に熱出る方は熱で出るんですよね、1回目でもね。そうでも1回目の時は出なかったので、私そう2回目が必ずやっぱ出るのかな、ね、出るのかな、なんかそれも怖いよね。あんまなんか熱っていう熱を出したのがいつだっけ、ロシア帰ってきたあたりの時なので、そうね、怖いよね、それ以来の熱だと思うんだよね。うん、そう1回目でも少し出て、あ本当、全然そう1回目は、ね、出なかったんだよね。結構な確率、あ率で出るっぽい。あそうなんだね、結構出る人多いんだね。え出ないといいな。そう必ずではないからね、そうなんか出ないといいなとは思ってるんですけど、うん、またなんかメールでもお知らせしますね。そう倦怠感がすごかった、本当辛いね。2回目の予定が、あ25日のおしゃべり会で、あそうなんだ、ほらおしゃべり会無理しないでね、気をつけてね。そうロシア世界の人への帰り、そうだね、 MV 撮影の帰りですね。そうすごいね、そう熱出たんですよね。そうあの時かな、あの時以来かな、そう8月以来ですね。うん、そう免疫ができてると思ったら乗り越えられるよ。そうだよね、そうだよね、抗体ができるんですもんね、確かに確かにね。おしゃべり会の前の日に、あ2回目なんだね、そうなんだね、わ大変、気をつけてね、無理はしないでね。そう2回ともなくて逆に不安、あ2回ともなかった方もいらっしゃるんですね。そっか2回目の後に STU のコンサート西荻公園行けた、すごいね。大丈夫だったかな、大丈夫だった、すごいこれすごいすごい、今日すごい最強な方がいらしたカローナールとビール飲んで寝たから下がったお酒飲んだですね大丈夫だったかな、大丈夫かなね。そっか、そうなんだよね、病気の熱って違いますもんね。ね、気持ちかかったんだな、確かに気持ちかかったんだね、すごいね。バファリン飲んだら大丈夫した、あ本当、そっかそっか、頑丈な方もいますね。そうだね、逆に熱でないと抗体できないそうで不安になる、確かにね。まあでもね、体の仕組みは人それぞれですもんね、だからね、なんか熱でないといいなと思うけどね、熱出たらまあ頑張りますね。うん、ありがとうございます。一人暮らしだとちょっと怖いよね。まあね、まあ、ひたすら寝込もうかなとは思ってます。うんね、飲もうと思いますね。そっか、2回目の3日後がおしゃべり会、あそうなんだね、じゃあ落ち着いてるといいね。2回目の次の日ゴルフ行っちゃったからな、すごいねこんばんはこんばんは、来月1回目あ頑張ってね、頑張ってくださいね。ね、3回目とかねあるのかなね。1回目の夜アルコール消毒したけど腕痛くなったな、あ本当、そっか腕は痛くなるよね、そう腕は痛かったんだよね、そう腕がずっと痛かったんだよね。うん、熱出たら水分取って寝るしかないよね、そうだね、そうだよね、冷えピタってね、ゆっくりしましょうね。あそうね、接種券もなくさないようにね、そうちゃんと取っといてあります。はいね、解熱剤と冷えピタは用意した方がいい、 OK ありがとうございます、いっぱいみんなアドバイスしてくださってありがとうございますね。懐かしい、懐かしい、インフルエンザの画像ってなんだろう、インフルエンザの画像、オンラインだから参加できたの助かった、確かにね、そうだよね、確かに確かにそうだよね、うん、確かに確かに、そこね、ね、そうだよね、オンラインだとね、そのね、まあちょっとね大変かもしれないけどね、お家でできるからさ、終わった瞬間とかにね寝れたりとかするからね、そっか、そういうところではオンラインの良さかな。うんうんうん、よかったよかった、よいしょ、何かあれば持ってくよなんかね、さっきもね、さっきもすごいコメントいたら、寝込んだらあの呼んでねとかってすごいすごいよね呼んでねとか、そうなんかそうそうね、なんか見てくれるみたいなコメントがすごいあったんだよね。そうごめんね、見てたんだけど読むタイミングなく、ちょっと読むタイミングが今拾えなくてごめんそれが軽やかにねちょっと流れていっちゃったんだけどごめんね、ちゃんと読んでるのでちゃんと読んでるからね、あの流れていくコメントもちゃんと見てるのでごめんなさいねすごいさらーっと流れていっちゃったなって思うかもしれないんだけど、読んですいません。そう今ね同じようなコメントを3回あの3回目があって、そこで今ようやく拾うことができましたごめんなさいねすいませんね、
そう、うん、そう、そうなんだよね。私のお部屋に行きたいっていうだけですよね。うん、分かってる。分かってます。そこ押せる。押せるって押せるって田辺先生のだ。そうね、よいしょ。ね、この間そう来てくださってたんですけどね、2グラム、そう2グラムで、ね、2グラム先生、そうこの間ね気づかなかったんですよね。そう、そう申し訳ないですよね田辺先生。そう気づいてました、みんな。この間のそう、おとといのそう、そうコメントでそうあったね、わかめって言ってたの。そうなんだね。そう全然わからなかったんだよね。そう、それもしかもわかめって言ってたの私見逃してて全く気づかなかった。そうなんだね、そうなんだね。そう申し訳ないですね。なんかずっとなんかみんなにね絡んでるから、そう絡んでるからって言うとすごいあれだね、みんなにそうすごいなんか、そうなんかすぐ押せるって言ってるったから、そうなんかね、なんかどんな方なんだろうって思ってたんですけど、そうね、なんかそうね、ちょっとね来ていただけたらなって。そう DD ですから。そうだよね、ね、そう気づ、あ、やっぱ気づかなかった方多かったんだね、多かったのね。そうだよね、多分初めてだったのかな、もしかしたら私のルーム来てくださったらね。そうね、そうなんだね。田辺先生は雑に扱うのは、あ、そうなんですね、扱うのがいいんですね。そうなんでわかめ、なんかなんだっけ、私が水着の話をしてたんですよね、この間載せたツイッターの水着の話をしてて、それでなんか貝殻の水着だと思ったっていうところ、なんか貝殻のマークをつけてさ、あのツイートしたじゃないですか。それでみんなが貝殻の水着かと思ったっていうコメントねに対して、なんか多分わかめはって言ってくださったんだと思うんですけどそう、そうなんですよね。だからわかめって言ってくれたんだと思います。写真集注文して来るのが楽しみで、あ、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。そうだと思います。そう、あ、ちょちょ、あ、ちょちょさん来てくださいました、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、ちょちょさんありがとうございます嬉しい、ありがとうございますね。わかめ汗水着わかるわかめ、わかめかそれは拾われないコメント、いや本当に、ね、なんかこう拾うとか、なんていうの、拾う拾わないっていうかっていうよりも本当に見つけられなくて、そうなかなか星だよね。そう星だよね、すごいね、びっくりだよね。なのでね、また来ていただけたらなって思います。今日誕生日なんですよね、おめでとうございますっていうのを言っときますあ、サーヤから移動してきた蝶々さん、あら、バレてますバレてますねね、そうすいません、なんか違う、すごいすごい、ごめんなさい、変なお話してる時に、ちょちょさんありがとうございます、ありがとうございます、来てくださってね、私もいつかね、そうお邪魔したいですね。うん、タイミングがごめんなさいね。そう、あ、イラストでいつかね描いていただけたら嬉しいですね、描いてほしいなね、あ、そうなんですねDD なんですか、あら、すごいね、 DD なんですか、いい写真ばっかりって言ってる、え、待って待って、え、言ってくれましたか、あ、ごめんなさい、コメント流れちゃって、ごめんね、ごめんなさい、ごめんなさい、あれ流れちゃったかな、流れちゃったかな、うん、赤田蓮様のに来られました、あ、ありがとうございます、時間空いてありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、嬉しいです。よかったらね、全然私のショールームでよければ覗いてってくださいね、ありがとうございます、アピール、アピールね、アピールよかったら写真集も10月26日にね、NGT48 西潟まりのファースト写真集、あの頃の今も発売させていただきますので、よかったらぜひぜひよろしくお願いいたします、お願いしますすごいアピール、アピールです、アピールでございます。はい、表紙は3種類、ポスターカードはね、6種類のうち1枚ついてきますので、よかったらぜひよろしくお願いします、はい、お願いします、はい、アピールタイムすいませんそれかお届けに行きますのでそう行きますので、はい、行きますのでね、はいお届けに行きますサイン入りで、サインを書かせていただきますので
はい、嬉しい。あ、嘘、サーヤを押すって言ってた。あらサーヤを押すと言ってたそうです。あら、これはちょっと のーちゃんですかねあれ、ななみ押しでは、あれ、これすごいすごいって、あららら、もうすごいすごい、なんかすごい修羅場になってきましたよ。大丈夫ですかすごい大丈夫ですか。サーヤを押すと言ったり、あのななみちゃんを押すと言ったり、あれ大丈夫ですかね、大丈夫ですか。箱押しってとこいやいや、ワンチャンあるってあります、ワンチャンありますかね。のーちゃんですか。あら、みゆみゆの話もしてた。あら、やだ違う違うって言ってます。あら、大丈夫ですか。ななみんのアバターでチカナルームにいました。あら、これすごいバレてますよすごい、みんなのみんなのすごい、あのすごいねみんなのコメントの晒しを半端ないですね。怖いですね。やだ怖い。若い方がいいんだよ。あ、そうなのか。若いメンバーがいいですかちょっとあのね、年齢制限があるかもしれないんですけど、大人は大人の魅力があると思うのであの大人の魅力を知っていただけたらいいなそう、あ、まあまあそうですよね、西村軍団推しですよね、確かにね、確かにね、うん、そう、基本、軍団推しが基本なので、その上でビスの時に、ななみさんが1位になる気がしたから星を投げてたよ。あ、すごい。ご丁寧に、ありがとうございますね。ありがとうございます。そう、ありがとうございますね。すごい。ね、ご丁寧に説明してくださったよ。あ、そうね、そこにプラス西も、あの西とガタもよかった、あの西あのガタもよろしくお願いしますよろしくお願いしますね。うん、それだけいろんなところを見てるんで、まあそうだよね、そうですよね。でもこうやってね、あのメンバーに NGT のね、メンバーに興味を持っていただけるのはものすごく嬉しいことだなって思いますし、これからもね、ショールームもよかったらぜひ遊びに来てください。ありがとうございますね。誰よりもお分かりになれるかと思って、本当分かり分かってくださいますかね。お願いします、お願いしますね。うん、よろしくお願いします。西と方分かれちゃった西と方って分かれちゃったんだけど、そう、よろしくお願いします。でもすごいね、みんなの晒しようが半端なくてすごいね。うん、みんな方ねって言うけど、ほとんど方ねより年上そうなんですよね。結構あのね、これなんかガタネーって呼んでいいのかなって言われることあるんですよ、私。そう、例えばね、あのこの間のそのそう新潟総踊りさんとのね、そのコラボ曲が決まった後に、その王様が決まった後にフリーでね、あの総踊りの先生がいらしたんですけど、その時とかも、あ、そう、あ、ガタネーって呼んでくださいみたいな感じで言ったら、あら、ガタネーって呼んでいいのかな、ねーだなんてねーみたいなってそう言って、そうね、言っていらっしゃって、なので、そう、確かになんかガタネーって呼ぶのがあれでしたら、全然あのマリちゃんでも全然何でもいいです呼びやすいお名前でね、よかったら呼んでいただけたらなと思います。結構ね、そうだよね、ガタネーって言うとねあれですよね、もしあれでしたら、あのよかったら、マリちゃんでも、あのマリナちゃんでも、あの西形さんでも、何でもよかったらぜひ呼んでいただけたら嬉しいなって思います。そう、よく考えるとね、そうなんですよ。そうだからね、そうなんか姉さんって呼んだことない方もね、もしかしたらそこにあれってこう感じる方とかもいらっしゃって、方ねって呼んでない方とかもいらっしゃると思うんですけど、でも全然私は何でもいいですな、呼んでいただけるならね、何でも嬉しいなって思います。最初もやったけど、マリナちゃんに落ち着きました。あ、ありがとうね、ガタネと呼ばないそうね、さらっと町長も話題変えてきたないや、話題変えたのかな、話題変えたのかなね。あ、西でも全然いいですよ、西でも。ずっとマリちゃん、ありがとうございますね。そう、いやいや姉さん、あ、本当、でもね、全然何でも、あの嬉しいです。そうね、嬉しいな。
あ、落語と動物園でもお話しさせていただき、いただきましたけれど、本当に気さくな町長さんです。あ、そうなんですね、ありがとうございますね。ね、すごい、でもね、すごいご丁寧にね説明してくださる方だから、ね、こうしてね遊びに来てくださいますし、ありがとうございます。マリナちゃんはまだ呼び慣れないのでちょっと恥ずかしい。本当？でも何でも大丈夫ですよ、全然何でも。そう、ありがとうございます。あの頃もこれからもマリちゃん呼びでありがとうございます。マリナはやっぱりマリナかな。あ、呼び捨てでもね全然嬉しいです、ありがとうございます。そうだね、私もね、そうちょっとお邪魔したいな、長野県にね。そう、行きたいな私も行きたいなね、いいな。あゆたろも、そう、あゆたろもね、ガタ姉って呼んでくれる。そう、ちかなちゃんもね、ガタ姉さんって呼んでくれる。うん、そう、ガチャだね。全然ガチャでも全然嬉しいです。そうね、行きたいね。そう、行きたいですね。ゆかちゃんはガタピー呼び。そう、ガタピー呼びです。うん、ガタピーとか昨日なんか間違えて、なんだっけ、バタピーみたいな、なんか混ざって呼んでたっていうのね、そう、返信でいただいたんだよね。そう、バタピーになっちゃった私バタピーになっちゃったみたいそう、あれだよね、あれ食べてたんだよね。そう、あのかじるバターアイスね。そう、食べてね、バタピー食べ物になっちゃった。そう、食べ物になっちゃったよね。あ、そう、呼びたいように、そう、呼んでいただけたら嬉しいなって思います。星なのにマリちゃん呼びハードとか、あ、星になっちゃった、ごめん、星になっちゃいました。そう、全然バターアイスそう、バターアイス、バターアイス美味しいしね、好きなんで。全然もうバタピーでもね、何でもいいです。バタピーでもガタピーでも何でもいいです。はいね、あれ美味しかった。美味しいですよね、結構ね。あの配信でさ、私があの食べたよってことをお伝えしたらね、すごい、あの、マリちゃん食べたよって報告いただいて嬉しかったで、ありがとうございますね。よかったら食べてみてね、まだ食べたことない方、バターアイスね、美味しいよね。そう、美味しい。そう、あかん、カキピーちゃんも呼ばれたことないかな、コンビニで買ったけど美味しいね。美味しいですよね。そう、バター感強いよね。そう、美味しい、本当に。あ、食べた？食べました。今日食べました。あ、そう、ファミマさんにもね、いっぱい置いてあったし、そう、なんか結構、でもなんかね、店舗によって結構なんかね、なくなっちゃってたりとか、もう少なくなってたりとかすると思うんで、いろんな店舗ね、回っていただけたら多分あると思うので、ぜひ。ね、パンケーキにね、乗せると絶対美味しいよね。そう、私もやりたいんですよね。今日食べた？ほんと、いっぱいで食べた方いらっしゃるかな？ぜひ食べたことない方食べてみてね。近く減ってた？限定もの、なんかね、一回売り切れて、で、これでこの間再販になって私もゲットできたんですけどね、よかったらちょっと売り切れる前に食べてみていただきたいなって思います。あ、セブンにもあった？よかったよかったね。そう、食べたいですね。スーパーで88円だったそうなんだね、そうなんだね。じゃあスーパーだとちょっとお安く買えるんだね。そっかそっか。そう、イオンにもいっぱいあった。ほんと？そっか、ぜひね、探してみてください。そうね、再販ってね、そう、買えたから、そう、人気あってね、多分ね、そう、リピーターの方が多いので、ぜひぜひ食べてみてください。はいね、あ、全然どこでも買えると思います。全国どこでも買えますね。うん、探してみます。ぜひ見つけたら食べてみる。え、あ、甘そうだと思うじゃないですか。それが結構あのちょうどいい甘さなんですよ、ものすごく。最初私も結構甘めなのかなと思ったら、もう一口目でバター、バターって結構、まあ、甘さっていうよりか結構なんて言うんだろう、少しこうなんて言うかな、でもしょっぱいまではいかないんですけど、あのバターっていう香りがすごくしてて、甘さも控えめなのでね、超本当にちょうどいい甘さです。なので食べてみてください。そう、噂だけで実物は見れなかった。あ、本当？今見れると思います。よかったら見てみてください。うん、で、確かにカロリーとかはね、カロリーもね、もうそんな高くなかったような気がする。うん、しつこくない甘さで良かったですね。だよね、そうだよね。うん、昔懐かしいアイスでした。あ、そうなんだね、そうなんだね。そう、ぜひぜひ食べてみて。なんか気づいたらなんか本当になんかチューチュー吸ってたので食べてみてほしいなって思います。そう、意外とそう、あ、そう、カロリーもそんな高くない。あ、140カロリー、ありがとうございます。そう、全然美味しいと思うので、はい、ぜひ食べてみてほしいなって思います。そう、チューチューしてました。なんかもう、そう、チューチュー食べてたそう、本当にね、そうね、そう、夢中になって食べてましたので、ぜひ食べてみてほしいなって思います今日星になる、本当いっぱい星になっちゃうね。今日なんか星の日なのかな、ね、星の日なのかもしれない。あれ見つけたらすぐ買ってしまう。あ、本当？じゃあまた買ってみてくださいね。うん、
アイスはかじらないタイプですね。アイスね、かじるものもあるけど、基本あれかもしれない、なんかかじれないんだよね、視覚過敏だから視覚過敏だから、あのね、かじれない、そう、あ、視覚過敏なんです、ごめん、視覚過敏って言っちゃった、視覚過敏だから、そう、あのね、ちょっとね、かじれない、あんまりかじれないんですよねだからね、あんまりね、アイス食べない、アイスはほんとなんかこう、みんなが食べてるほど食べないんだよね、私。そう、食べないの、そう、食べないんですよ。そう、歯がね、しみるの歯がね、しみるんですよね。だから、そんなアイスを食べる機会がね、あんまりないんですよね。そう、ないのよ。そう、そうなんですいや、でもね、全然食べるんですよ。桃太郎アイスとかも、ガリガリ君とかも全然好きなんですけど、そう、全然好きなんですけど、なんだろう、あの、ゆっくり食べるかな。そう、あ、でもかき氷はね、あの、口に含ませますわかる、なんかね、歯でこうかじるっていうのが、あの、私はキーンとくるタイプなので、全然かき氷は大好き、かき氷とかも全然食べる、アイスも大好きなんですけど、そうだね、あんまこうかじって食べるよりかは、あの、そっとかじるかな、ちょっと溶かして食べるかなって思います。そう、そうなんです、はい。あずきバーも、あずきバーも好き、うん、あずきも好き、あずきアイスも好きですね。サーティワンもね、あの、あずきアイス食べますね、うん、好きです。そう溶かして、そう、ちょっと溶けたぐらいが食べやすいですね、うん、ソフトに食べます、はい。そう、ガリガリ、そう、ガリガリされないね、ガリガリされない。そう、シュミテクト、シュミテクトはあんま使ったことないかもしれないシュミテクト、シュミテクトを使ったら変わるかな、変わると思いますかね、うん。星が欲しいな、わかるね、全部なんか今日めっちゃ星になるね、あれいつの間にか星になるのかな、気づいた、気づいたら星になる日、違う、それともいつも星になってた。ちょっとお茶飲みますね。ソフトリックス噛んだ、ソフトクリームが一番好き、わかる、ソフトクリームも美味しいよね、うん、ね、そう、本当にね、そう、歯がね、そう、あの、キーンってするんですよね、うん。スターが誕生してる説ね、すごいね、もうめっちゃ星になっちゃうね、本当に星になっちゃう。キュパってなるのが無理で、カップとかソフト系しか無理、キュパキュパだって。私も年を取ってガリガリが苦手になって、あ、逆に苦手になったんだね、あ、そうなんだね、そっかそっかそっか、すごい流星群かのように、今日流星群ですね今日は流星群かなそうそうね、そうそう、そう、キュッパーってなんだろうねはにゃーってなっちゃったね多分、あ、確かにキュッって音するよね、確かに、こう、かぶってこうさ、ガリガリ君とかさ、かぶってした時に確かにキュッって音するね、確かに、わかるかも、その気持ちわかるかもしれない、うんね。パルムが最強です。あ、パルムね、美味しいよね、パルムも美味しいですよね、うん。流星群の日ね、流星群かもしれない。あ、ピノとかもかじるんで、あ、確かにピノとかもそうだね、私も溶かして食べるタイプかもしれない。そう、なんだなんだなんだ、ガリガリ君の手持ちに近いところをかじる、かじるとなる、あ、そうなの、ガリガリ君の手元、持ち手に近いところをなる、食べるとそうなの、キュッパーってなるキュッパーってなるかな。歯に穴が開いてるってことなので治療した方がいい、あ、ほんとそうなの、そういうこと、視覚過敏って、あれ虫歯あるのかな、でもこの間前に虫歯治療したんだよね、ちょっと待って、あ、すごいあるかな、あのね、直したんだよね、あ、すごい、ごめんね、鏡持ってる、鏡持ってます、あー、治ったんだよね、だから、でも虫歯ゼロ歯のはずうん、虫歯治したからね、多分ね、ゼロのはずゼロだと思いますね、うん、ゼロだと思います。いや、ちょっとこっち見せるの恥ずかしいので、ちょっと自分でね、自分であれです、はいそうですね、そう今確認しちゃった、そう、なんだろう、治るのかな、結構前歯がね、キュッパーってなりますねそう、
何でも教えてくれすぎ。いやめっちゃ教える私。そうだね、結構教えると思う。うん、3サイズとか絶対この流れで聞かれると思ったから3サイズは教えないよ。うん、あんまでも自分でも3サイズ分かんないんだよね。うん、後でチェックします。そうだ、あとごめんね、後でチェックしますね。なかなかの絵だった、ごめんなさいね、すいません。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。ボンキュッポンです。いやいやいや、キュキュッポンです私は。体重は女の子に聞かないの。女の子に聞いちゃいけません、そんなこと。はい、言ってみると楽になるよ。女の子言っちゃいけません。言っちゃいけません、本当に。もう言っちゃいけませんよ本当に。そう、ひどいわね、もう聞かないの。絶対答えないかな、絶対答えないから、絶対答えないからな。あ、そう、答えないからで思い出した。そう、昨日もね、そうなんです、ちょっと聞いてください。そう、聞いて聞いて聞いてください。そう。いや、昨日もね、この間最近ね、そう、色のマスクをしてるわけですよ。そう、色のマスクをね、色のマスクをしてたんですよ。そう、それでね、それがあの不織布、不織布、不織布だと思われなかったみたいで、そう、不織布しないとだよって言われたんですけど、私ずっともうここの1年間ぐらいもう不織布をしてるんですけど、そうなんです、マスク案件です。こちらちょうどねテーブルの上にありました。そう、今ね使ってるのこちらなんですよ、不織布、不織布。そう、こちらです、こちらでございます。そう、これすごい可愛いんですよ、この色。そう、この色のマスク。そう。そうなんですよ、これなんですよ。そう、でもねすごいお気に入り、今日ねこれがお気に入りでね、ちょっと待ってね。そう、これも買ったぐらい。これ多分同じだよね。あ、同じです。これのね、それ買ったやつ。これすごい可愛い。そう、だからぜひ同じ色界隈しましょう。そう、これです。そう、すごいね、お気に入りです。そう、色付き可愛いよね。なんかあんまりこん全いなんか、ね、色付きのなんか不織布のマスクをね、マスクを使ったことがあんまりなかったんですけど、そう、可愛いの見つけてね。そう、超可愛いですよね。ピンク、ちょっとピンクちょっとお派手なんですけど、そう、ベージュのやつ、超ベージュのやつもねすごい可愛い。男の子にも、え、嘘、男性いけないかなこれ、男性いけない、これ、このやついけないですかね。そう、どう、いけないかな、この色、この色ね女性でもいけると思うんです。これ結構ね色、色の色あるみたいで、そう、こんな感じです。ちょっとマスクしちゃった。え、可愛いよね。そう、こんな感じなんですよ。そう、こんな感じで不織布です。はい、あ、これグレー持ってます。そう、すごいゴムもね、そう、柔らかくてね使いやすくて、そう、こんな感じで使っております。かわいい。こんな感じで使ってます。そう、めっちゃ、そう、色ね、めちゃめちゃあれなので、よかったらピンクに、あのピンクが好きな方ぜひ使ってみてください。はい、そう、女性向け、これはナンパされる。ピンクのマスクしてたらね、あのナンパされました。そうだろう、そう、ピンクの、初めてピンクのマスクを使った日にナンパされた、ナンパマスク。これ、そう、これ、これ、そう、これナンパマスクだった。そう、初めてね、そのピンクのマスクを下ろした日、そう、使った日に、そう、あの、なんとね、ナンパされたんですよ。そう、こちら、ぜひ使ってみて、ピンクのマスク。そう、使いました。で、こちら、これもねすごいお気に入り、これもねすごい可愛いんですよ、この色。色がちょっとね、ショールームのあのちょっとね色味だと伝わりづらいかもしれないんですけど、そう、すごい可愛いのでおすすめです。こちら、こちらです。そう、モテマスク、そう、これモテマスクです。そう、お茶しお茶しないって、今ナンパ師がいましたね。そう、こちらもね、そう、お気に入りです。ちょっとつけてみますね。こんな感じで可愛いよね、超可愛い、すごく可愛いです。こんな感じで、多分男性でもねいける色だと思うんですけど、ぜひ、あ、どこでも売ってます、どこでも売ってる。そう、どこでも、どこの薬局でも売ってると思うんですよね。ぜひ使ってみて、これ可愛いよね、お気に入り、お気に入りです。似合う、こちら使ってみてね。でも本当色、黒とグレーと、私が見つけたこの色とピンクもあったので、きっとね皆さんも使いる色があるんじゃないかなってあります。ちょっとねこれの白が見つからなかったんですけど、多分色付けのやつなのかなこれね。ぜひ使ってみてください。はい、使ってみて、これ
そう華やかに見える。そうなんだよね、そうすごい可愛いんですよね。そうぜひぜひしてみてください。そうソイドリのね T シャツとめっちゃ合ってた。ベージュならいけますかね。ベージュ使ってみてね。そうグレーもあります。そうぜひ使ってみて。そう今はねマスクの時代でさ、そういっぱいねそのなんだろうマスクをねこうつける機会とかもあってさね、マスクの色もね楽しめたらなと思って今使っております。うん、あすごいごめんね、私そうだよね、企業案件みたいに言ってるよね、ごめんなさい私が紹介するとなんでだろうね、なんかあれだよね、企業案件っぽくなっちゃうよねごめんね。そうでも本当にそうあの可愛いっていうこと、私がよく使ってる最近ね使って可愛かったなっていうやつです。はい、ぜひ使ってみてください、ね、ごめんね案件みたいになってるよね、本当に全部全てノー案件でございます。自己本当に自分がおすすめしたいものをおすすめしてます。なのでむしろなんだろう なんて言えばいい、本当にいいものをおすすめしてるってことえよくそうだよね、そのね、案件とかだったらそのこれを紹介してくださいとかって感じかもしれないんですけど、でもなんていうの本当に私はいいものを紹介、案件でも何でもないから本当にいいものをねあの紹介してますね。はい、そうマジマリナです。そうそう本当にね、そういいものをねみんなにねあのなのでそう提供させていただいてます。はい、ぜひぜひして、なんか恥ずかしい、本当はでもこの色だったら多分大丈夫だと思うんですけどね、ぜひしてみてね。そう使って実際使ってみての感想だったり実際にあの食べてみての感想だったりとかを言ってるので本当にねあの美味しいと思うものだったりとか本当にこうあ良かったなって思うものを皆さんにおすすめしておりますね。はい、ぜひぜひちょっとぜひつけてみてください。本当ね色ね今まで使ったことないなっていう方もね本当これもねいろんな色ありますし、これもいろんな色があるので自分のお好みの色をね見つけていただけたらあの毎日のマスク生活がちょっとはこうなんか気分上がるかなと思うのでつけてみていただけたらなと思う。あブルーね、ブルーちょっと見たことないかも。青いマスクってどういうやつだろう、あるかなね。みんな公園の時みんなつけるくれるこれこれは勇気がいるかこっちはどうですかね、こっち公演の時にぜひこのピンクマスク意識高いですかね、ちょっとびっくりね。あ紫もあったらいいよね、確かに紫のマスクはあるかな。だからこれじゃないシリーズだったらもしあると思うんですけど、ちょっとねこのシリーズ私が今紹介したシリーズだとちょっとなかったんですけど公演限定なら大丈夫、本当そうモテマスク、そうこれがあの私がナンパされたマスクですそうピンク可愛いから全然大丈夫、そう女性の方はね全然いけると思います。そう男性の方もぜひ行ってみてくださいね、いいかも。え生誕っていうよりちょっと勇気いる、本当に勇気いります、誰の確かにマスクの色でね確かに分かりやすいね誰推しっていうのね、確かに。あグッズでねあったらいいよね、確かにね、不織布になんかこうデザインとかねできたらいいよね、あメンタル強くなりそう、本当そうねいいかもしれない、そういいかもね。あそう佐藤すみれさんのねやつでありますよね紫ね、そうこのシリーズだとねちょっと紫がなかったんですけどね、そう推しカラーマスクね、そうあったらいいよね、確かに。マスクケースとか推し、あ確かにそうだよね、持ち運ぶときにさその一つ一つこういうさ袋に入ってたらいね、あのそのまま持ち歩けたりするけど、たまにねその入ってないやつとかもありますよね、確かにマスクケースとかあったらいいかもしれないね。うん、そうあフィッティすごい、そうこれですごいあの耳そうめちゃめちゃかけ心地いいです、とってもいいです。そうマスクケースとかねあったらいいかもしれないね。そう NGT のマスクはねあったんですけどね、それがねそうあれだったんで布みたいな感じのマスクだったよね。ねえ確かに確かに、運営さんにお願いしといて、そうだねマスク、そっかマスク入れもいいかもしれないね、柄とかもねつけられたらいいですよね。そう柄なんかさこのキャラクターのさ絵柄が描いてるやつかマスクはあるけど、確かにねなんだろうね
マリ直しマリ直しマリ直しとかって入ってればいいのかな、ここにマリ直し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 みたいなとか入ってたらいいのかなね。新しいグッズとしていいかもしれないよね。ね、あ、街では街ではね、ちょっと使いづらいかもしれないけど、そうだよね、なんか床押し床押し床押しみたいな入ってたらいいよね。確かに、あ、サイン入りとか、あー可愛いかもね。サイン、ここにワンポイントにサイン入ってるマスクとかでも確かに可愛いかも。あ、それ普段使えない？マリ直し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 ってやつ使えない使えないか、あ、そっか、使えないか、そっかそっかね、そうだね、DD はつけられない。確かにちょっと DD はDD だともう何重になっちゃうからね、ちょっとね息苦しくなっちゃうかもしれないんですけど、確かにいいかもしれない。覚悟が試される、本当、なんかワンポイントだったらいいかもしれないね。いや、いいな、そうだね。私がね、もしグッズ出せるとかしたら、なんかそうだね、マスク出せたらいいな。うんね、不織布のやつで出せたらいいですよね。マリナしか勝たんとか書いてあったらハッシュタグガタネしか勝たんにしようかな、じゃあね、公演限定になっちゃうかね。そっか、いいかもしれない。あ、キスマーク入り、あ、確かにキスマークのデザインとかでも可愛いね。うん、いいかもしれない。マリちゃんロゴとか、あー、そうだね、私確かにロゴないんだよね。サインっていうのあるけど、確かにロゴ欲しいかも。なんかさ、なんだろう、いや、キャラクター欲しいんですよね。なんか絵とかは描いたりとかはするけど、ロゴか、ロゴね、ロゴあったらいいなね。なんか分かりやすいロゴとかっていうのね、確かに真面目にね、そうだね、キャラとかあったらいいよね。サーヤみたいにね、なんかウサギさんとかクマさんみたいなね、あったらいいよね。ウサーヤだっけね、あったらいいですよね。ロゴなんかマリナっていうなんかロゴみたいなの分かればいいですよね。確かにね、iPad でね、そうだね、うんね、ワンポイントキャラクターみたいなのがいいよね。確かにガッピーちゃんみたいなゆかちゃんの呼び方なんだね、ガッピーちゃんね、いいかもしれない。考えようかな。そうだよね、猫モチーフでね、ね、考えようかな。なんかでもシンプルで分かりやすいやつがいいかな。ちょっと考えてみますね。何、マスクの内側にキスマークで、それはキスしてる感覚になりたいってこと？あ、違う、これは私の勝手な解釈マスクの内側にキスマークってどういうこと？あ、そういうことかな、違うかな。マリニャンでぜひ、分かりました。じゃあちょっと考えようかなって思いますね。あ、今日そうか、そう、90分配信したいなと思う。ごめんね、そうだよね、16分になったらあれどっちなんだろうって思うよね。ごめんなさいね。そう、あの、今日は90分はいしたいと思います。ありがとうございます。あ、そういうこと合ってた。あ、そう、かわるくんみたいなね、感じとかね、少しだけお星様しますお邪魔しますかな、これね。マスクの、ま、口元のマスクに印刷したらどういうこと？口元のマスクに印刷、ここってことここにボーンってキスマークってこと？ちょっと恥ずかしくない？こっち内側の方がいいかな内側の方がいいかもしれないね。そう、90分がそうだね、スタンダードになってるかな。うん、あ、90分なら配信中に家たどり着いた。あ、よかったです。マリちゃんが描いた7、あ、猫のグッズ欲しい。出したいんだけどね、出したいですね。グッズね、猫のグッズね、出したらいいですよね。またね、猫の絵も描きたいな、描こうかな今度ね。マスクにもマリナ俺はここにいる、あー、それもいいね。ちょっと声してしか作れないかもしれないけどね。そうね、ありがとうございます。外は草ボーンってね、ボーンってメンバーの唇がボーンってきてるのちょっとねちょっと照れちゃうよね。声に出せないからマスクに気持ちをプリントするスタイルね、いいかもしれないよね。それもいいかもね、いいかもいいかも。めちゃくちゃ主張強くなるだよね。まりちゃんのイラストすごく好きです。ありがとうございますね、ありがとうございます。アイディアがたくさんあるね。ね、そうだね、なんだろうね、みんな何欲しいんだろうね。グッズとかだったら何が欲しいですか？なんかあるかな、欲しいグッズとかってありますかね。あるかな。今日はゆかちゃんのおしゃべり会の私から支払いに行ってきた。あ、そう、すごいね、今日ね、そう、メールの返信でいただいたんですよね。そう、ゆかちゃんの、そう、私からのお支払いに行ってきたっていう方は、そう、めちゃめちゃ言いました。そう、
まるちゃんが欲しいです、ありがとうございますと言ってくださってありがとうございます。ステッカースマホとかに貼りたい、あ確かに今そうだよね、ステッカーでスマホに貼る方もいればさ、なんかケースの中に入れてる方もいらっしゃいますもんね。アクスタが欲しい、あアクリルスタンドかな、あ確かにそうだね、ちょっと前に出たやつがあれかな、なんかカフェの店員さんの格好をしてるやつかな、あそう報告いただきました、そう支払った方がね、あそうなの、コールを出せるグッズね、そうだ前にそうだね言ってくれたよね、そうだよね声が出るやつね、ねいいよね、確かに確かに、スマホリングね、スマホリングもねもう一回作りたいね、一回総選挙の時のグッズのセットで作らせていただいたんですよね、スマホリングね、いいかもしれない、どうしようかな、あまた帽子のデザイン、あ帽子ね、帽子もいいですよね、確かにゆかちゃんのねあの帽子も可愛かったもんね、あのコンサートのさ卒業コンサートのグッズもね可愛いよね、スマホリングね、オッケーオッケー、まだ使わず、あ、持ってる、ありがとうね、あ、モバイルバッテリーね、私の顔がボーンってなってるモバイルバッテリーありますよね、過去にね、確かに、LINE スタンプね、LINE スタンプもいいかもしれない、こんばんはこんばんは、ありがとうございます、等身大の何か、等身大の何かってなんだろう、マグネット、あーマグネットね、マグネットね、普通サイズの星ちょっと待って、普通サイズの星って星になっちゃった、これ何だったんだろう、星って、ポスターカードでのアクリルスタンド、あーなるほどね、確かに、あーあるかな、できるのかなできるか、写真集の写真でってことだよね、なるほど、枕、あー抱き枕みたいな感じ、いいかもしれないね、なんか大きいのあったらいいよね、確かに、ひっそりと使えるもの、なんだろうね、ひっそりと使えるものか、なんだろう、ひっそりと使えるものってなんだろうね、ごめんパッて思い浮かばなかった、プラモデル、私のプラモデルってこと、すごくない、みんなが組み立ててくれてるってこと面白いかな、ペンとか、あ普通にボールペンってこと、ボールペンってこと、なるほど、お嫁さんに欲しいですねって本当に思ってる、本当に思ってるかなサイリウムの中に入れるフィルム、え、どういうことだ、サイリウムの中に入れるフィルムってもうなんかくるくる開けてこうなんか貼り付けられるっていうやつ違うかな、ね、あネクタイね、ネクタイか、そうだね前にもそうだよね、そっかネクタイね、やっぱネクタイかな、メンバーの声が入ると嬉しい、あ目覚まし時計みたいな感じ、持ちが運べるアルコール消毒とか、確かにこの間そうだよね発売されたやつとかもちょっとボトルが大きかったもんね、確かに持ち運びのアルコールっていいかもしれない、なるほどね、そっかそっか、普段使いができるやつ、あタオルね、フェイスシールド、あーそっかそっか、フェイスシールドね、すごいね、フェイスシールド、単押しサイリウム、単押しサイリウムもうその色しか使えないみたいな感じそれかあれ名前入ってるやつとかかな、文房具、おー飲めるアルコールお酒ってことね、なるほどね、日めくりカレンダー、あ確かにね、いやカレンダーいいよね、カレンダーも発売できたらいいですよね、確かに、除菌シートも持ち分ける、確かにそうかも、婚姻届とこれ何離婚届、ちょっと待って両方用意するの、ちょっと待ってどういうこと、そういうこと、ちょっと待ってこれ星になっちゃったけど合ってるすごいなね、確かに DD は大変だね、個別カレンダーも確かにねあったらいいですよね、そうね、いいよねカレンダー欲しいよね、確かにカレンダーもね前に1回その大きなやつで出させていただいたやつとか、あとメンバーのさあの日めくりみたいなカレンダーでもいいですよね、確かにポスター欲しいか、ポスターじゃないカレンダー欲しいかな、カレンダーいいね、ありがとうございます、カレンダーいいかもね、いいかもしれない、久しぶりにポスター欲しいね、卓上カレンダーも欲しい、あそうだねこう置けるやつね、うん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 、いいかもいいかも、確かにそうだよね、あれ以来個別カレンダーないですよね、こう考えるとたくさんが出てきますな、そうだよねたくさんね、ありがとうございますね皆さんね、えけびさんにあったフォトフレームのカレンダーにして、あありがとうございますね、フォトフレームでね、ありがとうございます、カレンダーいいよね、あのカレンダーもねすごいね失敗図のねそう大きくねそう掲載させていただいたのでいいよね、あマリちゃん、マリちゃんフルコのタンブラーってどういうこと、マリちゃんがついてくるってこと、ひめくりマリナ、あーいいねひめくりマリナって名前がちょっと面白いけど、
今も飾ってる、ありがとうございます。そう、飾ってくださる方多いんですよね、あのカレンダーね。ありがとうございますね。そう、確かにいいかもしれない。エアコンファンヒーター、電気温水器、温水器、どういう、すごい家電だよすごい家電だよね、いいかも。ありがとうございますね、いっぱい案出してくださって。今も誇りの丘の衣装の卓上カレンダー作って、ありがとうございます、嬉しいね、ありがとうございますね。結局 T シャツは何でも買っちゃう。あ、本当に押してからのカレンダーがない。俺持ってる、マリちゃんの名言が入ってるカレンダーなんだろう、名言か、何言ってきた、口癖カレンダーになっちゃうかも、もはや、そう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 とか入っちゃうかもしれないね、あ、かぶり物から、あ、かぶり物の写真集ね、確かにね、いいかもしれない、確かに確かに、そうだね、かぶり物もせっかくあるもんね、確かに、かぶり物の写真集とかでもいいかないいかもしれない。あ、靴下ね、あ、シンプルに靴下っていいかもしれない。あ、靴下いいな、靴下いいね、靴下いいかもしれない。うん、あとなんかその埃の丘のバッグをね、その使ってくださる方とかもいらっしゃるから、埃の丘の柄かトートバッグも使ってくださる方多いから、トートバッグっていうのもいいかもしれないね。なんか公園とかに持っていけるようなね、男性でもこう使いやすいデザインとかでもいいかもしれないね、いいかも。かぶり物図鑑ね、図鑑みたいな感じで作っても面白いかもしれないね。ありがとうございます。今までのかぶり物って何種類かぶってき、何種類だろうね、何種類かな、結構かぶってきたけど、私数えたことがなくって、多分20種類は超えてるんですよね。そう、20種類はね超えてると思います。うん、ブランケット、あ、ブランケットね、いいね、ブランケットもいいですね。リュックサック、あー、リュックサックね、あー、いいかもしれない。なんかシンプルなリュックサックとかもいいかもね。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。あれは丈夫なんだね、あ、よかった、じゃあ使いやすいね、なるほど、大量にあるね、そうだよね、確かにね、いっぱいあるからね、ちょっと何種類あるのか分かんなくて。あ、新作はねできたんですけど、今ね、あの、確認中でございます。ちょっと楽しみにしててくださいね。そう、2つね出来上がってるんですけど、そう、ちょっとね今ね確認中でございますね。はい、あ、腕時計もあったね、腕時計もありましたね。なんかそれがね、名前が個人で入ってるやつのあったね、西がたまりになってこう縁にこう入ってるやつがあったんですけど、そうだね、あるかもあるかも、確かに腕時計か、確かに確かにね。そう、2つも、そう、2つもあるんですよ。ちょっとね楽しみにしててください。あ、そう、それはねリアルすぎてちょっとねあれだったやつも、あ、なんかちょっと難しかった、もうもろだったやつもあるんですけど、そう、でも今回のは多分大丈夫だと思います、きっと大丈夫だと思います。あ、パーカーを、あー、パーカーね、確かに今の季節、これからの季節パーカーいいかもしれないね。パーカーいいな、あ、いいな、お洋服作りたい、お洋服、お洋服いいかもしれない、そうだね、ちょっと待って、お洋服いいかもしれないね、そうだね、確かに、ダッフルコートもうコート作っちゃうのね、コート作っちゃうのね。あ、マフラー、あー、なるほどね、確かに、あー、いいかもしれない。カーテン、カーテンカーテンね、確かにパーカーとかいいかもしれないな、いいね、いいな、ちょっと、なんかお洋服もいいかもしれないね、ありがとうございます。確かにネックウォーマーとかもね、いいね、だ、そうだね、男女着られるもののデザインがいいかも、いいな、確かに確かにね、いいかもしれない、ありがとうございます。いっぱいね、手袋とかもね、ありがとうございます。車、うんすごいね、もう車も大丈夫、あの、回り直しっていうのがすごい、あの、主張されちゃう車になっちゃうかもしれないけど、いいかもしれない。どうしようかな、ちょっとね、考えてみたいなって思います。捨ててこ、あ、お家で履けるやつってことね。あ、カーナビの声はマリナちゃんとかね、あ、なんか AKB さんでありましたよね、自転車で自転車ね、あ、 NGT カラーでね、そう、出ましたよね、そうだそうだね、肩たたき券、それは普通に、あれちょっとあれそれ欲しいだけじゃない。こんばんは、この前伊藤屋に行ったら姉さんのサインが貼ってあって、あ、そうなんです、サインさせていただきました、ありがとうございます。伊藤屋さんに前にね、そう、トウモロコシのあのかき氷を食べた時にサインさせていただきました、はい、ありがとうございますね。ネクタイとか、靴下とかマリノブランドで、マリノブランド、なるほど、わかりましたね、できたらいいなって思いますね、そう、できたらいいな、うん、
いいかもしれない。いいな、ありがとうございます。糸谷さんの T シャツ可愛いね。そう、めっちゃ可愛いんですよ。とっても可愛いんですよね。そう、去年インスタにそう投稿させていただきました、前に撮ったやつ。そう、可愛いです。メンバーの声で温度を教えてくれる体温計すごい。36度2分とか、あーすごい、全部一個一個ね、あれだね、なんだろう、37度5分とか言ったら37度5分かな、37度5分、お熱大丈夫かなとか確かに体温計、あー体温計いいな。でもちょっとすごい細かくね、あの見取らなきゃいけなくなっちゃうけどね、そうエラーになっちゃったよとかねね、そうだよね、そうちょっと単位がね、そうアプリできる、確かにアプリでね、40度押しに恋しちゃったね。ちょっと待って、大変大変大変よ、40度は大変よ、40度とか大丈夫、え大丈夫ってなっちゃうよね。え病院にってなっちゃいますよね。そう、病院に行ってねってなっちゃうよ、それはもうね。あ、しまじろうのであるんだね。そうなんだね、そっか、測り直してって遊んじゃう。そうだよね、何回も測りたくなっちゃうよね。ね、そうだよね、そうだよね。ちょっとそう、わざとね熱出しちゃう方とかね、なんかちょっと熱上げたくてさ、なんかあのお湯に入ったマグカップの中にこう体温計入れちゃう方とかね、ちょっと出てきちゃうかもしれないので、ちょっとね、あの体温計は難しいかもしれないんですけどね、そうだよね。いやちょっとね、42度はお風呂お風呂が沸いたようになっちゃうよね。そうだよね、確かに。推しのティッシュボックス、あーティッシュボックスね、確かにティッシュボックスもいいかもしれないね。なんかさ、今ちょうど私がねよく愛用してるダッフィーのあるんですけど、なんかここになんかね、メンバーの顔だったらちょっと怖いかもしれないメンバーの顔だったらちょっと怖いかもしれないんだけど、これにねメンバーの顔がねあれだったらちょっと怖いけどちょっと確かにティッシュボックスっていうのも可愛いかも。ティッシュカバーか、ティッシュカバーケースね、ティッシュカバーとかも可愛いかもしれない。ちょっと生首みたいになっちゃうけど、確かになんかメンバーがデザインした柄とかも可愛いかもしれないね。いいかもいいかもね、いいかも。ご飯、あ、炊飯器でご飯炊けたよ、あいいかもしれない、いいかも、あー欲しいかも。あ、本当本当にいい。あ、それこそオリジナルキャラクターでね、確かに確かにね、いいかもしれない。メンバーの口からちょっとティッシュ出てくるやつはこうね、口が開いてるやつだとちょっと怖いけど、そうね、ちょっとここら辺とかに顔があったりしたらね、可愛い顔とかでキャラクターデザインだったらあるかもしれないね。確かにいいかもしれない。そう、ひなた専用になっちゃうよね、もうねひなただよね、そうひなたになっちゃうね、うんかな。確かにちょっと怖くなっちゃうけど、ありがとうございます。いっぱいいろいろね浮かんでありがとうございますね、ありがとうございます。いっぱいアイデアをねくださってね。でもグッズ作れる機会があったらグッズは作りたいなって、これも一つの夢かもしれない。うん、毎日使うお箸とか、あ確かにね、もうあれだよね、お箸とお箸置きでセットで販売したいですね。いいかも。デザインするのでね、デザインするの好きなのでね、田辺先生がキャラクターで作ってくれる、あ確かにね、そうだよね。結構あのメンバーの生誕 T シャツとかもね作ってらっしゃる、あのね書いてくださってるからすごいよね、いいかもしれない。うん、ありがとうございます。アソロ DVD が欲しいですありがとうございます。シンプルにね、メンバーと恋するゲームとか、あーありましたよね、ありましたよね、昔に、あれ PSP だっけ、ありましたよね、懐かしい。いい、それもなんか楽しそうだよね、 NGT バージョンとかでもね。うん、マグカップね、そっか、いいかもしれない。ボトルってどういうボトル、あれタンブラーでやってるかな、タンブラーみたいな感じね、懐かしい。あ、ソロ DVD にわしも一本、あ本当ね、ありがとうございます。いいかもしれないね。あ、水筒ね、水筒も可愛いよね、確かに水筒もいいかもしれない。そうだよね、 NGT48 物語もね、そうだよね、ね、ね、終わっちゃったしね、うーん、ね、そうだよね、確かに確かに。そう、 PSP でやりました、あれあったよね、ありましたよね、そうだよね、そうだよね。あ、ま、ミサンガまたくださいね、ミサンガもね、またいつか配れる機会とかねあったらいいですね。うん、ね、そう、ピメマシンの、そう、可愛いよね、デザインね、可愛いよね。ソフト持ってましたか、持ってる方多かったかな、ね、いいかもしれないね。残念だよね、確かに。あ、衣装本が欲しい、あ確かに AKB さんにありましたもんね、確かにね、アプリが長くてそう
うだね、なんかねこう長くできるやつがねまた出たらいいですよね。うん、いいかもしれない。そっか、 NGT のアルバム、あー確かに、待って、一番欲しいかも。そうだね、グッズも欲しいし、確かにアルバム欲しいね。だって NGT シングルは出させていただいてるんですけど、アルバムないもんね。そうだ、あ、アルバム欲しい。なんかアルバム曲とかもね欲しいよね。確かに、なんか NGT でのそのね、カップリング曲でねユニットとかを作らせていただいたりとかあるけど、確かにそうだね、アルバム欲しいね。アルバム切実にお願いしたい。そうだね、アルバムね、そうだよね、出したいですね、アルバム。だってそうだよね、そしたらね、いろいろなその中でさ、ユニット曲とかさね、あのね作っていただけるかもしれないしね。わー確かにアルバム欲しい。いいね、ね、いいですよね。確かにそうだよね、ベスト版作れるね。確かにそうだね、アルバム欲しい。そうだね、確かに話、そうだね、アルバムのお話はいつかアルバムっていうのは確かにあったけど、そのなんかいつっていうのはないかもしれない。いつかはね出したいねっていう話はあったけど、確かになかったな。いいかも、大人になる前にをマリナちゃん歌えるかもそしたらあの大人になる前にはあのここの配信で歌いますアルバムに収録させていただくのはちょっと申し訳ないので、あ、全然ここでいつでもあのいつでも歌えます、はいちょっと形に残らない感じかもしれないけど、あのここでね、あのいつでもあの歌えますね、はい、全然全然、はい、大人になる前には全然歌えますよあ、そうだね、ユニット曲もそうだよね、誇りのお金 CD っていうコメントもねあってね、確かにユニット曲もねそうだよね、確かにそしたらあのそしたらね皆さんあのいっぱい聴いていただけたら嬉しいなって思います、はい。あ、それでは聴いてください、大人になってから大人になってからの大人になる前にだね、ね、確かに。そう、なんかね今日本当はそう今日ね、そうカラオケ配信しようかなと思ったんだけど、普通にねお話を楽しんじゃってそうそう、あ、ごめんね、そうカラオケ配信しようか悩んでたの今日実はだけどすごいね、そう話したいことがたくさんあったから、そう話したいことがあったから全然普通にね話しちゃいました、ごめんね、そうそう、ごめんなさいね、そうそう、またやりますね、またやります、そう、そう本当にね、すいません、マシンガントークね夢中になっちゃって、今日話したいことがたくさんあったので、そうそう本当にいっぱい、そうありがとうございますね、グッズのね話もそうだし、マスクの話もそうだし、あと今日は古社に会えたことがね一番に伝えたかったので、そうありがとうございます、本当に90分でも足りないね、本当に90分でもね足りないです、そうありがとうございます。古社いいな、でしょそう、古社に会えたっていう話をね一番にしたかったので、そうよかったです、そうなんです、はい、そうで、そうあとそうだ、今日ねそうボイトレも行ってきたんでね、はい、ボイトレも行ってきたから、よいしょ、そう、あ、今33か、そうボイトレも行ってきたので、ちょうどね、うん、古社の話聞いたかった、あ、よかった、そうそうそうね、あ、そう課題なんだっけ、さっきも課題曲に匂わせてって言われたんですけど、課題曲の匂わせ方がわからないのよねごめんね、そう課題曲の本当になんかに匂わせ方がわからない、写真集の匂わせ方はあのいっぱいいろいろあったんですけど、そうあのね、なんだろうもうそうバラすしかなくなっちゃうのよね、この場合ねそう本当にそのまま言うしかなくなっちゃうから、なんかなんて言ったらいいんだろうって感じなんですよね、そうね、そうなんですよそうなんです、そうそうなんです、そうなんです、だからねちょっともう匂わせ方が分からなくてごめんね、そう今日は盛りだくさんな一日だった、そうなんですよ、盛りだくさんな一日でした、そう明日はね、そう総踊りで、そう新潟総踊りさんに出演させていただくので、よかったらねぜひねオンラインで見ていただけたらなって思いますし、そしてね13時半ですね1時半ですね、1時半からね、あの TikTok の、あ、TikTok NGT のアカウント、オフィシャルアカウントで、そう
ライブ配信もさせていただきますので、よかったらぜひこちらもご覧ください。いっぱいね、明日は見るものが多いかもしれないんですけど、よかったらぜひ見ていただけたらなって思います。そうなんです、そう見れますので、はい、ぜひぜひお願いします。ありがとうございます。ライブ見ます、ありがとうございますね。そっちも見る、ありがとうございます。オンラインのチケット買った、あ、ありがとうございます、嬉しい、楽しみです。そう楽しみですね。今回改めてね、その TikTok でね、そう踊ってそのオーサムのね踊りをね、投稿してくださった皆さんも本当にありがとうございますね。できるならね、皆さんとねいっぱい踊れるね場面があったらよかったんですけどね、またよかったらね、そう踊れる機会があったらいいなって思います。うん、ありがとうございます。本当にね覚えてくださった皆さんも本当にありがとうございます、ありがとうございます。見逃し配信で見るね、ありがとうございますね。そうだね、日焼けにもね気をつけてね、はい、ありがとうございますね。はい、楽しんできてね、ありがとうございますね。そう、お天気もね良さそうなので安心です。楽しんでね、ありがとう。あ、お仕事頑張って、オンラインで見れるの楽しみにしてね、ありがとうございます、ありがとう。またの機会があったらチャレンジします。ありがとうね、ありがとうございますね。チャレンジしてくださった皆さんも本当にありがとうございます。そう、踊りながら見ながら踊ります、踊りながら見ますって逆になっちゃった。ありがとうございます、いい時間になりますように、ありがとうございますね。自分も見逃し、ありがとうね、見てくださってありがとうございます。またの機会があれば見守ってます、ありがとうございますね、ありがとうございます。あ、楽しもうねって方、ありがとうございますね、ありがとうございます。参加してくださる方もね、そうコメントしてくださってありがとうございますね。楽しくたくさん踊れたらいいなと思っております。よし、ということでもうちょっとで時間かな、あ、ちょうどいい時間ですね。10分前なのでちょうど歌いたいと思います。ちょっとお茶飲みます。拾ってる、こんばんは、こんばんは、よし、ライドンタイムです。なお、ありがとうございます、時間ね流してくれていつも踊ってるんですけどね。あ、すごいすごい、早い早い、待ってちょっと待って、すごいすごい、待って待って、カラオケの前に光っちゃったこれはフライングライドンですねフライディングライドンですね、はい、ちょっとびっくりしちゃった終わっちゃったすごい新しいパターンでしたね。ちょっと気持ちが前のめりになっちゃったかな。ありがとうございますね、準備でキラキラしちゃった、ね、気持ちが良かったということで、それでは歌いたいと思います。あー、ロレディレリロレ、ロレディレリロレ、ロレディレリロレ、ゴーゴーゴー、ゴーゴーゴー、ゴーゴーゴー、ゴーゴー、やっぱ人間直接顔見て見つめ合って、 Hey Hello、 あれから何してこうしてました、そんなことどうだっていいよね、糸に乗って踊ろうぜ踊るし、彼氏やっと近くに来てバスタブ、だって今日だけは全て忘れて、もっと激しくステップ踏んで、完全燃焼さ、みんなでライドンを、みんなで愛し合ってるか見せつけてやろうよ、本当の自分さらけ出せ、ベベオさ、みんなでライドオさ、みんなで盛り上がってるか、やばいくない、あいつもこいつもハッピーデイ、ルールムよ、やっと上がって、あんなに星が綺麗に見える、どんな涙もいつかは乾くよ、とっておきの笑顔を見せて、いってらいろいろとあるもんだけど、どうにかこうにかはさ、頭からにして幽霊族、体が勝手にグループしてくれ、つまりずっと夢見てた、
今日が来ることを飛んで銃を手に入れた。オーダーライトで騒げ、オーダーヒーローよ、オーディーオーダーヒーローよ。信じ合ってるか、愛の力は何があっても永遠だよ。永遠オーダーヒーローよ、オーディーオーダーヒーローよ。信じ合ってるか、誰よりも今日の空を忘れるな。また会おう。ローラリレリローラ、ローラリレリローラ、イエーイ。これから先も何があるか、いつ先の未来は闇だ。心配ばかりさって始まらないだろう。だから今は踊れ踊れ、無我夢中でエンドレス。楽しくやろうぜ、オーダーみんなでライドオーダーみんなで。愛し合ってるか、見せつけてやろうか、本当の自分さらけ出せ。ベイベーオーダーみんなでライドオーダーみんなで。盛り上がってるか、やばいくない、あいつもこいつもハッピーでルールムよ。ということで、今日も見ていただきありがとうございます。すごい、さっきね、ちょうちょうさんがね、歌詞が分かったって言ってたんですけど分かったかな、歌詞分かりましたかね分かったかな、今日で歌詞がなんかで、ね、歌詞が分かったっていうコメントをしてくださってて大丈夫だったかな、ごめんね。またあれかもしれない、あのラグがあったかもしれないんですけど、ごめんなさいね。多分ね、金土日のカラオケがね、ちょっと遅れてね、そう聞こえちゃうかもしれない。そう、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。少しあった、あ、少しあったね。そう、さっき言っていましたよね、ありがとうございますね。そう、こんな歌詞になっております。はい、ありがとうございます。少し、あ、本当、一刻蔵さんでした。ナイトフィーバーしてるのか、ちょっと待ってキーヨ、敵が金曜日だけじゃなかった。え、ちょっと待って、試しにちょっとこの流れでちょっと最後、ごめんなさい、ちょっと時間がギリギリになっちゃうかもしれないけど、ちょっと時間いけるかな、少し、ちょっと週末はダメかな、ちょっと大人になる前を試してみてもいいですかね、試してみてもいいですか、ちょっと金土日がいけます、いけるかな、うんうん、あ、これでラグないといいな。僕が僕じゃなくなるよ、嘘だってついてしまう。だから今は好きなように歩きたくなってきた。あ、ラグなる？なら、ねねねねねね、ララ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 ラ、ラグある？ラララ、自分で決めたこの道は遮るもの何もないから、風は強いけど見晴らしがいいもんだ。行きたい場所へ行けると今日まで信じてきたのに、それが幻想で気づいてしまった。世界はどこも立ち入り禁止、夢の終わり、何が待ってるのか知りたい。
ように歩きたくなってきた。ララ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 ラだけど、それよりも価値あるものって何？お金じゃ買えない幸せ、この世の中にはあるよね。それを具体的に聞いてもいいかい？理屈が少し矛盾し始めた。どこへ逃げる？聞き分けよくなって咲いて、いつか大人になるんだ。嫌がって拒否しても、世間体を気にしながら立て前行く。僕が僕じゃなくなるの。嘘だってついてしまう。だから今は好きなように歩きたくなってきた。叫び聞こえる？やばい、なんかだんだんバグってるこれバグってるかもしれない、ごめんなさい。ずっと子供でいたい。現実を見たくない。汚れてゆく自分なんて絶望するだけ。僕はバカで構わない、賢くない大丈夫かな。ずるいことをするくらいなら遠回りさせてくれ。ならありがとうございます。なんだろうね口元があれすごかった。え、見たい見たいです。え、どうなってんだろうね、どうなってるかな、誰かあれかな、誰かちょっとそれほどのラグがなかった。え、人それぞれなのかな、なんか怖いぐらい。え、これ人それぞれめっちゃ出れた本当。おもろかった。え、声だけは聞こえてる、どうだった、声も。あ、口と合ってないんだ、映像が遅れてるんだね。あ、じゃあってことは目つぶればあれってことね声は知らん。おもろ。え、あ、そうなんだよ。あ、どっち、音は、音とカラオケは合ってた、音と声と音は合ってた、音もずれてた、多分画像とあれがずれてたのかな画像元気な、なるほどね、目つぶってるわね、そういうことね。そうなんだ。あ、そうなんだね。単純に、あ、単純に映像が遅れてくる。なるほどね。あ、音は綺麗だったな。あ、よかった。映像が遅れちゃったね。面白い。アフレコ失敗みたいになってる。あ、なるほどね。あ、映像だけがずれてたんだ。ってことは、じゃああれだね。あの、目つぶって聞けば大丈夫だったってことだったね。ありがとうございます。ということで。面白いね。あ、そうだったな。なんか歌ってる側とかはさ、全然ね、動いてる側だとね、あれなんですけど。やっぱあれだね、あ、トークね、そうだね、カラオケになると重くなっちゃうんだね。ありがとうございます。歌声は綺麗不思議な現象だったんだね。ありがとうございます。あ、よく、あ、確かに YouTube でもよくあるやつですよね。確かに確かに。あ、あ、画像は容量が重いから、大きいからね。そうだね、重いからね。ね、週末の平日にやったらカラオケはでも普通だよね。ね、やっぱ週末にカラオケやると大変なことになっちゃうってことが気づいたので、じゃあカラオケ配信は平日にやろうかなって思いますね、今までそうじゃなかったよね。そうだよね、ね、びっくり。ということで、あ、ごめんなさい、時間が、あ、
ということでお名前を呼びさせていただきます。はい、ちょっと待ってね、こっちにしよう、こっち。ということで13位から呼びさせていただきます。13位がジュンアットワンタンさん、ありがとうございます、ありがとうございます。12位が星鈴鹿過去ワンタン過去アットワンタンさん、星さん、ありがとうございます、ありがとうございます。そして11位が11お兄さんアット西ヶ岳ニューラブさん、ありがとうございます、ありがとうございます。そして10位がカズアットワンタンさん、ありがとうございます、ありがとうございます。そして9位がミーアット0031ワンタン西ヶ岳トマトチームエクボさん、ありがとうございます、ありがとうございます。そして8位がソウルメイトさん、ありがとうございます、ありがとうございます。そして7位が夢街道イルカさん、ありがとうございます、ありがとうございます。そして6位がメッシュ丸ワンタンさん、ありがとうございます、ありがとうございます。そして5位がミヤノミッキーやっとマリちゃん推しのマスクチャレンジしますさん、あ、ありがとうございます、ぜひしてみてね、ありがとうございます。そして4位がせつなアットワンタン総踊り楽しんでねさん、ありがとうございます、楽しみますね、精一杯パフォーマンスさせていただきます。そして3位がバボちゃんアットあなたのバブマルさん、ありがとうございます、ありがとうございます。そして2位がユウとあとあし、これはどうやって、あ、ここをダブルクリックかな、あー違かった、こちらゆうとあと明日はたくさんオーサムしてきてなまるちゃん、あれさん、ありがとうございます、オーサムたくさんしてきますね、ありがとうございます。そして1位がけいあと新潟さん、ありがとうございます、ありがとうございます。ということで皆さんのお名前を呼びさせていただきましたでしょうか、大丈夫かな、漏れはないかな、13すとかさん1123カズさんミーさんソルメイトさん夢街道さんメッシュさんミヤのミッキーさんせつなさんバボちゃんさんユートさんキーさん、ありがとうございます、お疲れ様です、ありがとうございます、ありがとうございます、お疲れした、ありがとうございます。ということでちょっと今日もあの見ていただきありがとうございます。日曜日にカラオケ日曜日ねカラオケしたいんですけど、もしかしたらちょっと不思議な現象が起きちゃうかもしれないんで、目つぶりカラオケなら多分いけるかな、うん、目をつぶっていただくカラオケ、もはやあの声を聞いていただくカラオケならいいかもしれません。 ありがとうございます。写真集、そうですね、今日のハッシュタグは写真集発売日まであと37日かな、ありがとうございます、37日にしたいと思います。はい、そうですね、金土日は経的だね、そうだね、そう、ありがとうございます。そしてラガー社内、そう確かに、あ、そっか、真ん中だもんね、今日はそうだよね、真ん中ですもんね、確かに明日ね月曜日でね、そうだよね、連休ですもんね、ゆっくり休んでくださいね、ありがとうございます。そう、金土日、あ、月もあれかなね、そっか、もどんどん近づいてますよね、ありがとうございますね、本当に。そうということで、そうだね、今日がねカラオケ配信じゃなくてよかったので平日かな、もしやるとしたら、それかあれかな、こういう3連休じゃない日曜日だったらカラオケ行けるのかなね、行ける日があるといいなと思います。とっても楽しかった、ありがとうございますね、10日間過ぎたんだね、ありがとうございます。各書、あ、書店で予約しました、ありがとうございます。ということでね、よかったらぜひ写真集の方もね、あのチェックしていただけたら嬉しいなって思います。そしてあの今日のハッシュタグは写真集発売日まであと37日です。そしてどうしようかな、あともう一つ今日なんか何か言ったよね、今日何だろう、なんだっけ、あ、バタピーだっけバタピー、モテマスクもそうだしバタピーもあるし、どうしよう、バタピー、そうそう、ゆがちゃんがね、そうガタピーと、そうあのガタピーとなんだっけ、バターアイスのことが混ざってバタピバタピにしようかな。そう、あとコシャね、そうだね、ハッシュタグコシャに会いましたもそうだね、あ、流星群もそうだ、いっぱいある、今日めっちゃあったわ、ごめんなさいハッシュタグバタピもあるし、ハッシュタグ流星群もあるし、そう、星がね、いっぱいコメントが星になっちゃうから流星群っていうのもあるし、あとね、あのコシャに会いました、そうコシャに会えましただね、会えましたもあるし、そう、モテマスクもあるし、いっぱいありますね、ちょっと好きなのをつけていただいたら嬉しいなって思います。はい、あとそしてね、ハッシュタグ西形マリナも入れていただけたら嬉しいなって思いますありがとうございます、すごいいっぱいあるよね、ごめんなさいね、コシャに会いました、そうコシャに会いましたもそうだし、ありがとうございます。そう、90分だとね多いんだよね、話題豊富なんですよね。そう、ということで今日も見ていただきありがとうございます。そう、明日は総踊り、新潟総踊りさんに参加させていただきますので
よかったら見ていただけると嬉しいなって思います。ありがとうございます。覚えきれないごめんね。じゃあ、あとじゃあ写真集発売日まであと37日を入れていただけたら覚えられない方はね、ということで、はい、ということで今日も見ていただきありがとうございました。じゃあとりあえずマスクマスクです。ちょっと手元にあったマスクと一緒に撮りますね。配信ありがとう。こちらこそマスク、撮れたかな、マスク撮れましたかね。マスクで、マスクで、はい、はい、ということで今日も見ていただきありがとうございました。そう、よかったらね、そう、見てみてください。マスクチェックしてみてください。それでは、あ、男性も使いにくい、本当、使用済みのマスクはあげませんよ。ちょっとさっきコメント流れちゃったんだけど、はい、あげませんからね。ありがとう、そのとおり楽しいね、ありがとうございます。それでは今日も見ていただき遅くまでありがとうございました。明日お休みの方はね、ゆっくりしてください。そして明日お仕事の方は頑張ってくださいね。ありがとうございます。長い時間お付き合いいただきありがとうございました。5430人の皆様、たくさんのコメントアイテムありがとうございました。マスクリーのマスクリーの少女ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみな、ありがとうね、ありがとうございます。それではまたね、バイバーイ、おやすみなさい、またね。